はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。1月の26日金曜日に収録をしております。今日は自民党内の政局状況と、そして共産党の新代表に就任された、新委員長に就任された田村智子さんの問題発言について、少しコメントさせていただきたいと思います。今日から150日間に及ぶ通常国会がスタートしたわけでございますけども、いや、ここまでカオスな状態でスタートした通常国会というのは、もう近年記憶にないですね。と言っても私も議員5年目ですので、まだまだ若干者であるんですけども、本当にもう自民党は政治と金の問題でひっくり返ってると。文字通りひっくり返ってますね。いろいろ報道が出ておりますけども、茂木幹事長をはじめとするですね、安倍派以外の幹部たちが、安倍派の人間は離党するべきだと、自ら議員辞職すべきだという猛烈なプレッシャーをかけ始めてですね、で、岸田さんは派閥を解散するということで、茂木派、麻生派にプレッシャーかける中ですね、茂木派がさらに反撃というか、返す方で安倍派を切りつけたりとかですね、もう完全にぐっちゃぐちゃになってですね、戦国時代と化していて、誰がこの今、この群雄割拠からのし上がり生き残るのかが全くわからない状態になっている。そしてこの茂木幹事長が安倍派幹部の処分を匂わせたと思ったら、岸田さんがそれを知らないと言い、そして引退した元森総理がですね、岸田さんとか、あれは、ちょっと合わなかったのかな？茂木さん、麻生さんとかに乗り込んでって、安倍派の処分するなんてとんでもないと。安倍派はもともと森派ですからね。元の幹部たちを処分するなんかとんでもないと。老人ホームを抜け出して、怒鳴り込みに行ったというような報道まで出ております。もうぐっちゃぐちゃですね、本当にね。もう自民党内の権力闘争は、外から見てるともう、わけがわかりません。なんで正直僕も解説したりとかコメントするということがあまりできないんですけども、ただこれは本当にもう派閥というものが今溶け出していて、自民党内の権力構造が大きく変わろうとしている過渡期であることは間違いがありません。そしてこの群雄割拠の中から誰が生き残るかというのはもう本当に見通せない状況。で、無傷でと思われていた茂木派、政治資金の問題がなかった茂木派もですね、小渕優子さんをはじめとする有力者たちが次々に今、派閥から抜けてですね、独立をしようとしているということで、茂木派もですね、もうそもそもあまり派閥運営がうまくいってなかった。茂木さんの求心力が弱いと言われてたんですけども、ここで一枚より固まって、他の派閥がどんどん解散していく中で、固まっていればですね、茂木派にも大チャンスが来るかと思われたら、小渕優子さん、この、茂木派の中にはですね、真のこの大将は小渕だと。もう小渕さんをいつは総理にする集団なんだっていう方々がたくさんいるわけですよね。で、その方々が独立を始めてしまい、もう全く一枚岩じゃないという状況でね、岸田派、岸田派も解散したし、で、安倍派はもうボロボロだし、で、盤石と思われた茂木派もほころびが見えている。さあ、麻生派はどうするというですね、こんなような状況で、本当どうなるかわからないというところでありますけども。まだね、これはそんな来週とか再来週とかに決着がつくもんじゃありませんから、通常国会、政治と金の問題の審議、そして政策の審議やりながら、自民党内のごたごたはずっと続いていくんだろうなと思っておりますけども、私どもなんかわかる範囲でですね、皆さんにできる限り、わかりやすいというか国民目線でお伝えできるようにしていきたいと思います。一方で野党はといえば野党も話題にこと書きません。新委員長に、女性初の共産党の委員長に就任された田村智子さんが、インタビューでとんでもないことを言い出したということが大きなニュースになってます。トー横問題ということですね。歌舞伎町にですね、行き場のない少年少女たちが、たむろってしまって社会問題になっている、このトー横キッズと言われている問題についてですね、なんとこういったコメントをしているわけです。我々はトー横キッズに歩み寄り、対話できる方法を模索中です。それはいいことですね、政治家として。彼らを民政同盟に入れるのも一つの手段です。ということで、民政同盟というのは、共産党の下部組織の、学生、いわゆる学生局というか、失礼しました。共産党における学生部みたいな組織で、若い人たちをオルグする、こう勧誘してですね、仲間に引き込んでいく組織の一つなんですけども、この発想はなかなかないですよね。行き場がなくて社会問題だって子供たちは自分たちの学生部に引き入れる、自分たちの下部組織に引き入れる。ということですから、その勢力拡大中か、そういうのにとしてはいいのかもしれないですけども、ちょっと寄り添い方がちょっと違うんじゃないですかね、と。もちろん政治活動は自由ですから、どんなことをしても構わないというのは、それはそういうルールなんですけども、ちょっと寄り添い方がちょっと違うというか、一党派の思想を教えたりするようなことが解決のアプローチかと言われれば、それはちょっと違うと思いますし、民政同盟というのは昔からこの学生たちをですね、オルグという政治用語というか、この専門用語で呼ばれてますけども、もう勧誘してですね、ある種の、ちょっと脳の中に刷り込みをしてですね、いろいろと共産党の思想を強く、印象づけて、そして立派な共産党員に成長させていくと、いうことをやってきて、それがいいことか悪いことかというと、私はあんまりよろしいことじゃないんじゃないかなと思いますし、行き場がないとかですね、社会的に、精神的に不安定になっている子供たちに寄り添って、自分たちの党派の教えを、教え込む。もちろんそんなことが目的じゃないんだと彼らは言うでしょうけども、自分たちの党派、統制拡大のために党派性を植え込むような行為というのは、それはアプローチとしては私は間違ってるんだろうというふうに思いますし、まあそういうことをですね、雑誌のインタビューでパッと答えてしまうことが、なんかすごいなというか、共産党さんそういう考え方で若い人に接触してるんですねと。まあもちろん日本社会だってね、学生部っていうのがありまして、学生局とかあって、多くの学生たちの幅広く門戸を開いてますけども、なんだろうな、この統制拡大とかね、なんかそういう、で、それにいろんな人を入れて、そしてこの党派性をすり込んでいこうとか、そういうことを考えてるわけじゃないので、まあちょっと考え方がズレがあるのかなということを思った次第で、ございます。また立憲民主党さんもですね、泉代表が自分のグループを派閥、いわゆる民主党内における、立憲民主党内における派閥を解散しないということで、昨日から大きな話題になってる。様々なことが起きているわけでありますけども、我々日本維新の会としてはですね、こうした他党の動向にも、当然注視はしなきゃいけないんですけども、まずは自分たちができることを地に足をつけてやっていくということで、遅いと怒られている、政治改革の方向性についてもですね、遅いというのは我々は言った以上やる政党ですから、それなかなかね、言った後にどうやってそれを実行していくのか含めて考えていますし、通常国会も今日スタートしたところで、まだどの党もね、最終結論というのを出している政党はそんな多くはありませんので、そこまで遅れてるとは思わないですけども、もっと早くやれよというお叱りというかね、支援者の方に不満が溜まっているということは私も理解をしております。ただしっかりですね、内容も詰めて、そして言った以上やるということをね、公言している以上、どうやってやるのが、その法律が作れない以上、やっぱり限界は言ったことをやると言ってもですね、例えば身を切る改革だったら、本当は国庫返納したいんだけども、それはやっぱり違反行為になっちゃうから、被災地などに寄付をするということで、ちょっとこの、やり方を変えてやってるわけですよね。だからそういうどうやったらやり方やれば、言ったことに近い、非常に近いことができるのかということまで含めて、検討する以上、私たちは他の政党よりは時間がかかる。言ってもやらない。法律ができるまではとりあえずやらないという政党より、私たちはちょっと時間かかるという点は、ですね、ちょっとご了解をいただきたいなと思いますけど、いずれにしても、もう来週にはですね、出したいという気持ちで国会の審議も、29日月曜日予算委員会というものが始まりますので、それまでか、その前後にはお出ししたいという気持ちでね、この週末も取りまとめ作業、急いで参りたいと考えておりますので、よろしくご指導ご鞭撻と、この YouTube チャンネルにも、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。